の夜なのでワインを飲みながら小声でお話ししたいと思います。エミリーパリに行くを見てて思った、本当にパリに来てそういうことがあるのかっていうのをですね、パリ在住者としてちょっと言いたくなったので、フランス男はあんなにチャラいのか、声をかけてくる頻度とかはあのドラマ通りというか、こうあっち行ってもこっち行ってもなんかこうナンパだったり、ナンパというかお誘いみたいのをする男性が溢れてるのは間違いないです。ただやり方がおかしいというか、ドラマの中でなんか最初にちょっとネタバレなんですけど、不動産屋さんがこう肩になんか手をやってきたりとか触ったりしてくるんですよ、体を。それはない、仕事で出会った女性にいきなり肩を触ったりこうちょっと抱く感じになんかタッチするのは見ない、ないと思います。仕事であれはない。企業のお偉いさんであったり上司であったりっていうのも基本はまずスマートに行く人が多いので、アントニーだっけ、あの香水屋さんのクライアントの社長みたいに、あの露骨さのなんていうかな、なんか品の悪い感じに映されてるのがちょっと何、アメリカ人が見てフランス人ってそういう感じっていう、なんかまあ悪意じゃないけど、まあゼロじゃないかもしれないけどあんまないと思います。日本人ってこう言い返したりとかこう強い態度に出ないから、あのまあ舐めてかかってくるフランス人のおじさんもいるんですよ。確かにワンピース着てたんですけど、そしたら綺麗だねってこの横をスーッとこう手でこうスーッて触ったんですよ。ありえないと思った。私こうちょっともうバシンって手をはたきましたけど、日本人の女性はまあちょっと抵抗してこないと思われてそういうこともあるので、それは気をつけてください。違う動画でも上げたことあるんですけど、クラブに行った時にもそうやってなんかこうこっちが断らないと思ってなんかこう一緒に踊ろうよみたいにベタベタしてくれるやつもいるんですけど、そういうのはもうバシッてやって大丈夫なんで、どっちかっていうとあの本当ガブリエルみたいなスマートな感じ、なんかこう思わせぶりなこと言ってきたりとか、うんうんみたいな、こうなんかこういかにもこう流れそうなセクハラ的なこうボディタッチとかを向こうから勝手にはしてこないみたいな、もうちょっとやり方スマートな人が多いんじゃないかなって思います。英語が喋れないと受け入れられないのか問題、観光客だったら英語喋れればもう全部 OK だと思います。少なくともパリはホテルとか、レストランとか英語喋れる店員さんがいるので、若い世代のフランス人の人たちは僕は英語喋れるからみたいな、こう英語喋れることをこう誇りに思っている人たちもいるような雰囲気なので、なんかね観光地だと逆に時々私がフランス語でなんかこう頼んだりとかしてるのに英語で帰ってきたりするんですよ。観光では英語が受け入れられないってことはないです。パリは大丈夫です。年齢層高い人とか由緒あるレストランみたいなとこ行くとフランス語の方がいいみたいな雰囲気はあるんですけど、まあまあ大丈夫ですよ。仕事なんですけど、エミリーちゃんも仕事としてそのアメリカ人のその感覚としてのマーケティングをっていうことなので、それであれば会社の人にもこうリスペクトされるんじゃないかなと思うんですけど、まあ意地悪な人もいるんでしょうけど、まあ少なくとも昔よりは英語喋れる人も増えてるし、マインド的にも受け入れられてるんじゃないかなと思います。あとはそういうブランドに関わる人たちってプライド高いので、ちょっと業界にもよるのかなと思いました。英語が、まあ、苦手そうな人もいるんですよね。でもじゃあそういう人が私を受け入れてくれないかって言ったら全然そんなことはないですし、ただ自分が英語喋れないからこう会話に入ってこないみたいなのはありますよね。お昼行く時もすごいインターナショナルな感じでみんなでランチ行くんですよ。で確かにフランス人とはランチあんまり私行ってなくて、まあ、フランス人も入ってくるんだけど、フランス語ネイティブじゃない人たちとフランス語でご飯を食べる方が楽
別に人種差別でも何でもなくて、アフリカの人たちってアフリカの人として固まっていくんですよ。で中国の人って中国の人で、まあ中国で一緒に仕事してるからっていうのもあるけど固まってランチしてるんですよ。で私日本人他にいないんだけど、なんか中国の子とランチ行くのが実は多いんですよ。もう食べたいのがやっぱり中華とか食べたいんで、何を食べたいかっていうので中国人の子たちとの意見が合うので行くっていうのと、やっぱり同じ肌の色にこう固まってると安心感を覚えるのかなっていうか、慣れがあるのかなってちょっとね自分でも今ふと思いました。ランチとかは言葉通じなかったら楽しくないし、自分からは誘わないですよね、それはわかる。でも自分からこうランチ行こうって言って嫌がられることもないし、みんなで行こうってなった時にはみんなで行こうだから仲間外れにされることもないし、まあいろいろなんでしょうね。で意地悪って言っても英語を喋ってくれてるだけ全然意地悪じゃないよねみたいな。ランチからワイン飲みますか？飲みますね毎日じゃないし全員ってわけでもないし、あとね、なんでかわかんないけどエリアにもよるような気がします。エミリーちゃんが働いてるのはパリロワイヤルのあたりなんですよ。つまりパリの一区とか八区とかこうパリの中心部あたりなんですね。そのあたりとかのマドレーヌ寺院の近くとかルクスな感じのところに行くと、なぜかランチからワインを飲んでるお金持ってそうなおじさまたちとか多いなって思います。私は仕事の時にランチでワイン飲んだことはまだ一回もないですね。ランチだからってアルコール絶対飲んじゃいけないってことはないんですよ。あとフランス人お酒強いんで、大体多分一杯二杯飲んでも別に酔わない人も多いですね。そう、旅行とかでフランスに来たら堂々とランチからもうシャンパンでもワインでも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。アメリカのドラマって必ずグラスのここ掴んでるんですよ。でなんかもう私それをが本当に超違和感で、この辺を持つと思うんですよ。グラスのこのここをガッて掴んだと、例えば冷たいワインをせっかく飲んでるのにここガッて掴んだら手の温度で温まっちゃうじゃないですか。まあ指紋ついちゃうとか、いろんなのあるけど、フランスの普通のレストランとか普通に飲んでたら大体この辺をグラスの足をね持って飲む方がまあいいんじゃないかなと思う。フランスに住んでる日本人としてモヤモヤって思った方は行ってみました。おやすみなさーい。